まだすごい手首の方に当たってるよね。こう当たるのとも違うんだよね。いらすけど、あ、でも3歩入れたね。もっとマミちゃん、もうちょい下がってあと3歩で、俺超えるぐらいで打たないとサーブ入んないよ。これでさっきみたいに無回転が出せると、ちょっと強めで、おう、これは入る、入るけどまだ無回転じゃない。上より前とりあえず意識してみようか、前に。うんうん、変化球にはなるな、もう少し。おお、いいサーブ。いいね。もうちょっとじゃあ前に早く変化かけられる感じでしっかり正体当たればいい。上じゃない、上じゃない、前に早く。うんうん、もうちょい。そのうち狙撃されるかもしれない。最後の手の振り方があれだよ、こっち行っちゃうよ、ね、あですよね。ちもむ。振ろうとすると当たり方変わってくるし、もっとなんか早く打ちたいんだよ。振りが早い、振りがボールが早い、ボールがこう早い、ボールが早いけど変化。スイングよりやっぱ当たる角度と当たり方、当て方で、でこれがしっかりしちゃうと、あの簡単にも入れられるし、あの早くも変化もできるしってなるんだけど、入れるためだけでやってるとちょっと強くこう、まあ、距離を入れてみると、うん、さっきの当たり方が変わっちゃうから、入れるだけのサーブしかできなくなっちゃう。
てよ。赤外線かなんか強くなる。パンツパンツのイメージ。中まで。中まで。アナルのイメージですよ。気持ち悪いわ。伸ばしきらないとか、そうそう変わっちゃうからね。スイングおかしいです。まあ筋力が違うからね、難しいかもしれないけど、なんか肘が弱いのかなーなんて。肩は向けない、肩を外側にしないようにして、肩甲骨だけ、そう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 、肩甲骨だけで開けるといいんだけど、体が軸変わっちゃうと、こういって待って今日12日？ああ、それでさっきの同じ当て方が12日、なんかあんの？今日中国戦、女子バレー、そう、え、女子バレー昨日の夜なかったよ、なんすか？昨日ドミニカ、これ再放送、再放送だ、中国戦じゃない、中国戦は多分もう3時からやった、あ、そうなんだ、中国戦は深夜1時20分から、あ、そうなんだ、そうです、あ、多分再放送じゃない、じゃあ BS、どこでやってんの、 BS の、うん、BS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 
あ、うわ、形はすげえ良かったんだけどな。ちょっと当てに行こうとするとスイングがゆっくりになる、ね、それで加盟ができなかったりするから力も変わらない。俺らはギリギリまで待って一番速く行ったらどんな球でも当てに対応できる。これは完全な雨です。降ってる。サブと一緒だぜ。上じゃなくて前でいい。前とかボールの角度が低い方が弾道でいいからしっかり合わせハハ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 からの。今のだけど、今のスパイク打ちになっちゃう。これ、次のドライブが。じゃなくて、ドライブ打ちじゃなくて、シールは、こういう無回転の。これ、当て方と、当たる場所じゃない。山美ちゃんのスパイクもさ、もっともっと直したい。多分、前に打てるじゃん。けど、入れようと思うと上になる。が直さないとまずいなと思います。悲しい話で5年間。